本日の回し、最終回はコハラが担当します。お願いします。最終回だからコアラじゃなくてコハラに戻していいですか。もちろん、コアラさんじゃ困りますね。最終回は。じゃあ私は。はい、ということで。えーと、この前は生配信が。はいはいはい。5人でやりましたね。クリスマス会。楽しかった。っ言ったタイミング直後よ。なんだあれは。 ねえすごいいやそうあのー、終わった配信終わって、うん、みんなメイクオフしてうん、うん、帰る前にみんなで見て帰ったんですよね5人揃ってね<そ> <laughs> 恥ずかしかった <laughs> 君がかっこよく一人でソロを決めてる映像になった瞬間みんなで手を叩いて、ね、笑う <laughs> おい笑うんじゃねえよって思ったけどでもありがたいことにもうすでに二十万回もねすごいよあれ。再生していただいてすごいことでだって本当 だからラジオ聞いてない人は何これですからみんな当たり前のように「青春だ青春だ」って盛り上がってるけどかかだからちょっとちゃんと説明した方がいいですよね <laughs> そうだねまあでもここで説明してもあこれ聞いてる人しか青春わかんないんでそうだよね、はい、しませんけどねしないかい,いやでも本当楽しかったお楽しパーティーでしたねよかったね5人でやれてプレゼントはどうですか活用してます 本当に入れてんのかと思って、やっぱ似合うよ。そうあの小原さんがくれたこのタトゥー T シャツみたいななんか肌着にその上にふるかさんがくれた酒をくれるよ今。何それを？あれはやばそれずっと着て隠してたんだ。さっき便所で仕込んできました。あそうだったんだ。すごい。 いやいいですね似合うよ似合うよって言われても複雑心境は複雑えーすごい説得いただいたんでねで絵本もちゃんと読みましたしあ本当よかったよかったであの小太郎くんですかもううちのベッドでね寝てますからねかわいいよかったよかったありがとうございましたうん。